今回は実は二次三次推しの有名人8選を紹介するぞ。有名人ってことはテレビに出ている人ってことね。もちろんだ。だか最近では声優さんや YouTuber さんも有名人として認知されているから、そのあたりからも集めてみたぞ。どんな有名人が二次三次推しているのか気になるわね。今回は有名人の名前を挙げているシーンや仲がいいことを公言しているシーンを厳選したので、最後まで楽しんでいってくれると幸いだぜ。キリッ、気をつけ。一人目はゲッケコーポレーションに所属し、声優や俳優としてマルチに活躍している広瀬大輔さんだ。広瀬さんは確か、A3 のイカルガミスミ役をやっている人よね。ああ、他にも、ミュージカル白王記の沖田総司役、プロジェクト世界カラフルステージの天末笠役などがあるぞ。舞台俳優さんとしても活躍しているのね。そんな広瀬さんは誰のことが好きなのかしら？彼はニコ生で行われている広瀬大輔の声とモブという配信中に、二次三次のエデン組を推していると公言したんだ。それと、中でもローレン・イロアスさんのことが好きだと告白していたぞ。エデン組が推しってことは、ちょっと治安悪い系のライバーが好きなのかしら？一理あるな。それでは、ローレンさんが広瀬さんに認知されていると知ったシーンをご覧いただこう。プロスカの声優さん、ロレ推しらしいね。お前やめとけって。そんな確かじゃないぞ、そんなの絶対に。その人捨ての話じゃない、それは。やめとんなわけないでしょ。広瀬大輔さんやね。え？それ、司さんじゃない？司じゃない、それ。司の生産じゃない？俺の情報が正しければ。まあ！俺ま？なんで俺？口角グイーンなったで今。え？マジ？シュレッダーかけたダメダメロン。マジか？え？だから助けてお願いします。まあ、知った時の動揺がすごかったわね。アニメ界の大物有名人から推してもらっていると分かったら、慌てるのも無理はないと思うな。広瀬さんはエデン組やローレンさん以外にも、ケンモチさんやカナエさんなども見ていると言っていたんだぜ。もう二次三次の箱推しと言っても過言じゃないのかもしれないわね。リスナーからは、治安悪めで好きらしいな。広瀬とローレンが繋がるのほんまくさ。自覚した方がいいよ、最高の V だってことに。といったコメントが寄せられていたぞ。いつか配信で一緒にコラボしてほしいわね。続いてはハリーポッターの日本語版吹き替えやアニメほくろのバスケの黒子哲也役を演じている、声優の小野賢章さんだ。アニメオタクにとって、この紹介はたまらないわね。小野さんは柔らかな雰囲気がある上にコミュニケーション力も高いから、声優業界に限らず幅広い交流関係を築いているんだぜ。今回の二次三次ライバーもその例の一つだな。小野さんと友達になれた人がいるってこと？実はカナエさんと仲がいいんだ。二次三次界隈では結構有名な話だと思う。ガンダムエボリューションのコラボ配信を見て、二人の距離が近いのは分かっていたけど驚きだわ。今回はプライベートで遊びに誘ってくれたと嬉しそうに話すカナエさんの配信シーンを紹介するぜ。舞台を何か見に行きたいって言った時に、ここに敵がいます。舞台の配…まさか。チャットしてみるか。ちょっと聞いてみる。マジ？ちょ、一回チャットしたわ。チャットの返事はどうなったの？気になって夜も眠れないわ。まあ落ち着いてくれ。予想していたとは思うが、その後すぐに小野さんから返事があって本人確認が取れたんだ。そもそもスパチャを投げてくれる時点で尊いわよね。リスナーからは、伝わってきたよ、幸せそうなの。賢章さんのスパチャが本物で嬉しくてニッコニコのカナエくんかわいい、といったコメントが寄せられていたぞ。コミュ力お化けのカナエさんと小野さんだからこその関係が見れて嬉しかったわ。続いても小野賢章さんに引き続き、同じ小野の名字を持つ、声優の小野勇気さんだ。声優業界で二次三次って人気なのね。小野勇気さんはどんな作品に出ているのかしら？ジョジョの奇妙な冒険の東方丈介役や、アンサンブルスターズの大神明騎馬役が挙げられるな。過去には声優アワードという大きな式で助演男優賞を受賞したこともあるんだぜ。すごい人なのね。そんな小野さんの推しはベルモンド・バンデラスさんで、VTuber を知るきっかけになったと公言しているんだ。
それではご覧いただこう。え？二次三次所属してない声優小野勇気。はどうぞよろしく。まさかまさか、え、勇気さん。まさか来てくれるとは。どうも。いや、マジでびっくりしちゃった。ありがとうございます。ベルさん、お誕生日おめでとうございます。いやー、ありがとうございます。驚いた。すいません、突然。あー、いやこういうのって突ってしていいものなんですかね。全然全然大丈夫なんですか。うん、よかった。すいません、邪魔します。ダメなら撮ってないです。ダメなら撮ってないです。だよね、よかった。なんかね、うん、せっかくね、仲良くなれたし、お世話になってるし、なんか直接ね、うん、せっかくだからお届けできたらなと思って、ちょっとお邪魔してみました。いやー、まさか突まで来てもらえることになるとは。ちょっとびっくりしちゃった。お邪魔かなと思ってね、ちょっとタイミングを、うん、途切れそうなタイミング伺いつつ、いや、そんな。リスナーの皆さん、すみません、突然お邪魔しております。声優の小野ゆきと言います。よろしくお願いします。いや、ゆうきさんとも本当に最近ではあるけれども、うん、ねえ、うん、やっぱ絡むようになってから、うん、本当になんか時間が経つのは早かったな。まだ8月の話なんだよね、実は。始まりはね、うん、8月に VTuber さんを改めてよく知るようになって、そのきっかけの一つがベルさんとね、スコヤカナさんがアドリブで刑事の芝居をね、うん、なさってた配信があって、その続きで知ってね、この人はなんでこんな渋いお芝居をこんな素敵にできるんだろうと。え、地声なのこれみたいな、いろんな疑問が湧いてきて、そこから、うん、拝見するようになってっていうのをツイートしたら、ベルさんがねリプライくださって、そう、あれはもうちょっと反応せざるを得なかった。まさか声優の小野勇気にあんなこと言ってもらえるなんて。いやいや、ほんと素敵でね、お芝居が、うん、でそれきっかけに本当にいろんな方を拝見するようになった。出すんかい、画像を。僕のアバターのゆるゆうくんですけれども。それ好きね、ベルさんね。これ大好き。そう。誕生日の突撃配信に来るなんて粋なことをするわね。ベルモンドさんがゆうきさんと呼ぶのもなんだか微笑ましいよな。お互い声が渋い同士でコミュニケーションの波長が合うのかしら。まだ知り合って間もないと言っていたけど、全然堅苦しい感じがなくて素敵だったわ。確かにそうだな。リスナーからは、ひいけぼだらけなんじゃ、すげえ良い声の空間だ、声優から声褒められるのすごいな、といったコメントが寄せられていたぞ。耳が幸せだったわね。二人が配信でコラボするときはラジオとしても聞けそうだな。続いてはクイズ王として君臨する伊沢拓司率いる東大発の知識集団系 YouTuber クイズノックさんだ。え、全員東大を卒業しているの？その通り、中には在学中のメンバーもいたりするぞ。また、常人では解けないと言われている Google の入社試験問題に挑戦したり、逆にクイズを考えたりと多岐にわたって活躍している有名集団として知られているんだ。そんな凄腕の彼らが二次三次の誰かを推しているのね。実はクイズノックさんのチーム自体が二次三次の箱推しで、2021年3月にコラボもしたんだが、事前にパワーポイントで予習を始めるほどの二次三次愛をアピールしてくれていたんだ。なかなかコラボ前にパワーポイントを作成する人はいないわよ。よほど好きなのね。今回は二次三次チャンネルでコラボした際のオープニング映像をご覧いただこう。宇田川へ。宇田川の世界へようこそ。もうね、いつも弊社社員がお世話になっております。本当に確認させていただいておりましたけれども。こちらこそしていただいて。こちらこそ本当に。ございますね。ね、うちの若い人がお世話になっておりますわ。若い人、手振ってますけど。ラスコさんの方どうでしょう。いや、そうです。僕もいつも二次三次の皆さん配信で見分けしてますんで、まさか会えるとはっていう。目閉じてるしか投げる。まさかが多いな。遠ざかってるんですよね、今。ちょっと後ろ向きで。なんでこうなんでなんでこうなんなきゃいけない。そう。バチバチのクイズ配信なはずなのに、なんだかほっこりしたわ。二次三次ライバーに会うというクイズノックさんの夢が叶ってよかったぜ。クイズ対決の結果が気になる人は、ぜひ元配信をチェックしてみてくれ。リスナーからは、生放送なん普通にすごいよな。予習間に合いました？二次三次初見でしたが、相性が良くてクイズも楽しくて最高でした、といったコメントが寄せられていたぞ。ぜひ第2弾もお願いしたいわね。
続いてはアーティストや YouTuber として若者の間から人気を集めているグループ、レゼンホツクスの DJ ホイさんだ。頭が青かったりピンクだったりする人の仲間よね。結構過激派集団って聞くわよ。よく知ってるな。彼らの Twitter や YouTube などほぼ全てと言える SNS 上で赤バンを食らうほど、放送ギリギリのことをしている人たちなんだ。その中でも DJ ホイさんは狂ってるとグループの中でも有名で、いつ何をするかわからない恐ろしさを持っているんだぜ。めちゃくちゃヤバいじゃない。そんな人がまさか二次三次の誰かを好きだっていうの？なんと、DJ ホイさんは特にクズハさんとカナエさんを推しているみたいなんだ。クロノはコンビネ二人はトーク力もコミュ力もあるから、人気になってしまうのは納得だわ。今回は二人の配信最後にスタジオへ挨拶に来た DJ ホイさんとの会話をご紹介しよう。一人増えてるけど。あ、お疲れ様です。あ、はじめまして。レペゼンの DJ ホイです。お疲れ様です。ホイさん、お疲れ様です。お疲れ様です。名前が尋常じゃなくてどうしたらいいか分かんなかった今。お疲れ様です。すいません、一言だけ言いに来て。まず、ボロカさん、この前ぶりです。あ、この前ぶりです。はい、今日も好きっす。めちゃくちゃ。ありがとうございます。あれじゃない？よく、カナエさんとクズハさん、マジで、V いっちゃん好きで。いっちゃん好きで。ホイさん！ちょっと、ホイさん？こればっかりは挨拶しとかなきゃ、俺の男が去るなと思って。勇気を持って、いや、俺、しに来ました。実は大昔に、ロビーで叫んでるホイさんと喋ったことあるんすよ。どんパブジで、それ言ってたな。恥ずかしい、おめかししてなかったのに、あの時。いや、多分して、俺もおめかししてないかったっ、ね。うわ、はず、言ってくれればおめかししたのに。マジか。おめかしって何？おめかしってどういうこと？マジかよ。いや、俺これからも応援してますっていうのを言いにここに来ました。いやー、ありがとうございます。いや、こちらこそ応援してます。いつか僕と遊んでください。いやー、そうですよ。やりましょう。その頃にはもうスーパービッグになってジャスティンビーバー走ってると思うんで。やばいって。どんだけビッグになるつもり？ぐらいの夢がある。マジアリアナグランデとセフレになってジャスティンビーバー走ってるんで、よろしくお願いします。まあ、やばいって。では、そんな僕をこれからも末永くどうぞよろしくお願いします。しかないいつかゲームしてください。はい、お疲れ様です。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 失礼します。お疲れ様です。だいぶビッグになろうとしてるな。もうすでにビッグだけどな。レペゼンフォックスね。今。もう絡め方がね、陽気のそれ。いや、すごい、街で会った感じした、今。でも、すげえいいやつなよな。なんかいい人って聞いた。そう。バーベキューした時もなんかめっちゃ楽しい人やった。で、これは？これは、なんか、あれだね。思っていたよりずっと礼儀正しくてびっくりしたわ。あ、それに、たくさんいる VTuber の中で一番好きだって言ってもらえるのは嬉しいよな。ホイさんは自身の YouTube 配信中にも、二人のことをポテンシャルが高くて、めちゃくちゃ面白いやつだと褒めちぎっていたんだ。ちょっと怖そうな人だけど、きっと根はいい人なのね。リスナーからは、何が起こってんだ？すごい、陽キャで名誉ファンボが来た。ホイ君とクズハの絡み意外すぎた。といったコメントが寄せられていたぞ。配信の最後だったのにコメント欄の荒れようがすごかったわね。意外なファンボとして知れ渡った瞬間だったな。続いては2021年9月より YouTube を始め、レオという名でゲーム配信などを行っている平成ジャンプの山田洋介さんだ。ゲームが結構好きな人だとは風の噂で聞いていたけど、レオって名前で YouTube を始めていたなんて知らなかったわ。彼の配信はアイドルとしての山田さんファンもたくさん見ているが、純粋なゲームファンもいるくらい人気なんだぜ。コラボとかも結構しているのかしら？初配信ではヒカキンさんや渋谷レオさん、その後はクズハさんやカナエさんとも配信をしていたぞ。二次三次の中ではフワミナトさんを推していて、本人とも仲がすごくいいんだ。何度も配信をしていて、フワグサの 3D ライブを視聴したりもしているんだぜ。忙しそうなイメージのある人だけど、フワさんの配信を見ているなんてなんだか胸アツだわ。それでは山田さんがフワさんの配信を見たと公言しているシーンをご覧いただこう。いやでも俺見ましたよ、りょうちゃん。何を？平成ジャンプの歌。俺もそうやって見た。いやちょっと待って、それははずいっすよ。めっちゃ上話してた。いや、それははずいっすよ。めっちゃ高い声と思って。カカラーダルのやつっすよね。めっちゃうめえ。いやもう全然もうはずいっす、そんな。いやもう、いやいやもうちょっとりょうちゃんのね、平成ジャンプの曲とかね聴かせていただいて、ちょっと僕もたくさんいいところ吸収したいなってめちゃくちゃ思いましたよ。いや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 、もっと、いやでも、もっといいアーティストって言うとちょっとなんか、いやいや語弊があるけど、なんか
かめちゃくちゃでも曲かっこいいし歌めっちゃうめえし踊っとるって思ってテンション上がりました。ね、それはそう。踊って俺のことなんだと思って。ジャニーズは全員ジャニーズ。改めてジャニーズを感じました。お互いようちゃんとふわっちって呼んでるの？ちょっと尊すぎないかしら？仲がいいオーラがすごい伝わってくるよな。ちなみに二人が初めてコラボした時はふわさんの天然が一瞬でバレて面白かったんだぜ。それは気になるわ。この後すぐに見てくるわね。リスナーからは芸能人もふわぶさ 3D ライブ見てるのなんか嬉しくなった。ふわって V の知り合いより他界隈の友人多いのマジですごいな、といったコメントが寄せられていたぞ。ふわさんは一度聞けば沼に落ちちゃうからね。これから初めて見る人は要注意だな。続いては大物有名グループ所属でゲーム好きでも知られているパフュームのノッチさんだ。ちょっと待って、ノッチさんは二次三次の中で誰が推しなのか私にはわかるわ。月のミトさんね。その通り、パフュームのメジャーで15周年を記念したオンラインフェスでは月のミトさんとのコラボ配信や対談が設けられ、ノッチさんのファンっぷりが明らかになったんだ。後日談として振り返っている配信をご覧いただこう。これなんで人名かな、にしてもなんで一言しか書いてないんだろうな。やっぱね、見てると思う。きっと見ているだろう。いや、わからない、見てるか見てなかったらあれなんだけどね。やっぱのっちさん見てるのかなみたいなね。わかんないけどね、見てるかどうか。あれ多分見てるんじゃないのかな、のっちさんな。やっぱパフューム、まあのっちさんってあのね、あのオバマのモノマネしてるのっちさんじゃないんですけど、デンジャラスのねって言ってるけど違うんだよね、パフュームのね。のっちさんね、見てるかもしれないですけどね。チラ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 。配信を見てくれているといいわね。彼女のことだから間違いなく見ているだろう。リスナーからは、対談面白かったわ、のっちさんの委員長票めっちゃ的確だった、といったコメントが寄せられていたぜ。アーカイブはないけどネットに記事が上がってるからチェックしてみるといいわよ。最後は鬼プロダクション所属のオタク声優、桜彩音さんだ。桜さんは僕のヒーローアカデミアのうららかお茶子役や五等分の花嫁の中の四つ葉役など有名どころにたくさん出演しているすごい人なのよね。珍しくよく知っているな。今回は海田春さんの配信中に桜さんの推しについて話が上がったんだ。ズバリその人とは？人気絶頂中の100万点バラサロメさんだぜ。サロメ嬢のことを桜さんは自身のラジオ配信中に好きだと公言していたんだ。彼女はアニメばかり好きだと思っていたから知らなかったわ。それではご覧いただこう。桜彩音さんがなんかサロメさん見てるみたいなこと言ったって聞いたんだけど、すごいよね。らしいよ、聞いた。まあそんなこと言ったら小倉優衣ちゃん現月の音源で TikTok 上げてるんですけどね。どこまで読んだっけ。しれっと海田さんは声優の小倉優衣さん推しだということも分かったわね。彼女も可愛くて人気だからな。リスナーからはなんかあやねる、いろいろとつながりもすごいよね。世界ってつながってるんだな。好きな人に見てもらえたら嬉しいだろうな、といったコメントが寄せられていたぞ。桜さんがリアタイでサロメ嬢の配信を見ていたら激アツね。さて、紹介は以上だがどうだったかな。意外な有名人ばかりで驚いたわ。今二次三次は勢いの波に乗っているから、今後新たにファンが増えること間違いなしだろう。今回の動画で紹介できたのはほんの一部だから、概要欄の元配信もぜひ見に行ってみてほしいぜ。他にも二次三次メンバーに救われた話があればコメントで教えてもらえると嬉しいわ。今後もたくさん動画を投稿していくからチャンネル登録、高評価をしていただけるととても励みになるぜ。それでは、ご視聴いただき、ありがとうございました。